さん、おはようございます。1月4日です。今日から仕事始めですね。皆さん今日はどうでしょうか。憂鬱な感じで出勤してる人とか、家で暇してたんで体がなまってたけど会社行ってみたらみんなに会えて元気が出たとか、そういうことあるのかな。もう私が住んでるとこはね、緊急事態宣言の要請とかなんかぐちゃぐちゃ中途半端でなんかよくわかんないことをやってますね。今日は株もね始まったんで、見てたんですけども、なんか私のまあ保有してる銘柄は横横って感じで、特にね、買い上げられることも売り叩かれることもなく、なんかまあフラットな感じですね。ゆえに保有をちょっとどうしようかなって思います。先日ね、私デスクを買ったんですよね。で、2万1000円ぐらいしたんですよ。で、その分をね、まあ利益からね、まあペイしたことにね、したいので、どっかをね、利確したいなっていう気持ちがあったんですけども、今保有してる銘柄がね、まあ予測なんですけど、1月の下旬ぐらいからね、動きそうなんですよね。だから今だとね、1ヶ月ぐらいね、まだ待たなきゃいけない。横横のね、状態から1ヶ月待たなきゃいけない。どうしようと思って、その頃にね、また買い直すっていうのもね、無駄が多いなと思って、いやー、今ね、今日もまた30分、今ちょうど2時半過ぎてるんで、あと30分なんですけど、見てて、めっちゃ悩みどころですね。今日はまあ、お昼ご飯ね、セブンイレブンの、洋食屋ナポリタンと、こちらなんですけど、まあ、白石っていう、都道府県が、岩手県盛岡にあるね、白石食品っていうところのパンなんですけども、まあ、ご当地パンみたいなもんですよね。で、近所のね、イオンで、その、岩手県の食品フェアみたいなのやってる時にしか買えないね、この豆パンロールっていうのがありまして、このね、甘納豆とマーガリンっていうのがね、挟んであるんですよ、マーガリンが。で、豆がね、結構ふっくら煮えてて、うちのね、家族がね、これ大好物なんですけれども、そうだな、年に数回しか多分買えないし、こう、不定期にやってくるんで、まあ、以前私もこの会社の方に、通年販売してほしいってことを言ったんですけども、まあ、なんか、都内とかの、岩手の、まあ、アンテナショップだったら、買っていただけますみたいな返事が来て、まあ、惨敗だったんですよね。イオンでね、まあ、ずっと買えるようにしてほしいんですけども、まあ、これがね、美味しいっていうね、ことです。まあ、マーガリンなんで、体にはあんま良くないかもわかんないけどね。でもね、豆がね、美味しいんですよ。うん。っていうね、おすすめ品。はい、というわけで、まあ、今日はね、1月4日なんですけれども、もう2時半になって、植物がね、昨日売れたんで、まあ、早々にそれ家族と一緒にね、庭から、引き抜いたりとかして、食べたらね、梱包して、またね、郵便局の方に出してきます。